坂井千佳は、日本のフリーアナウンサー、気象予報士、実業家。所属芸能事務所は産経。身長166センチメートル、血液型 O 型。兵庫県伊丹市出身。神戸女学院高等学部卒業。京都大学在学中、フィギュアスケート選手だったほか、第25回ミス天神橋に選ばれたことがある。京都大学卒業後の2008年。 石川県の北陸放送に正社員として入社し、2年勤務。この時は、室手ルミ、福島綾野が同期であった。2009年には、第31回気象予報士試験に合格した。2010年に退職。地元関西に戻り、竹内由美が契約終了で去った後のテレビ大阪に、契約アナウンサーとして入社。同時に、 竹内が務めていた地上デジタル放送推進大使、チーム2011のメイン大使職を引き継ぎ、翌年7月24日のアナログ放送終了まで務めた。2012年3月、テレビ大阪を退職し上京。三 k に所属し、東京を拠点にフリーランスとして活動している。二千十四年十一月七日から発刊された読売中高生新聞において、 1> 月1回、コラムを掲載。2016年は3月まで、日本テレビ、オハ4ニュースライブに出演し、4月から、NHK、NHK ニュースをはよう、日本の、気象キャスターとして出演し、キャスター争奪、異例人事の一つとして取り上げられた。父は、岐阜大学名誉教授の坂井翔吾。2018年4月2日から、富士テレビの新番組、 プライムニュースイブニングの気象情報を担当。2019年4月1日からは、富士テレビの夕方ニュース番組、ライブニュースイットでも引き続き気象情報を担当している。同年11月中旬より、体調不良で欠席していたが、2020年1月6日より、復帰した。2018年7月3日、自身のブログにおいて、陶芸関連の会社である、 株式会社等機とを設立した。2019年夏に一般男性と結婚し、すでに妊娠していることを2020年1月23日放送のライブニュースイットで報告したが、両者は離婚協議中で、堺本人はシングルマザーとして子供を育てる覚悟でいるとしている。2020年7月15日、女児出産を報告した。子供の頃から、 大学入学まで15年間ピアノを習っており、高校時代は軽音楽部だった。大学時代からのバンド活動は今も続けており、作曲、陶芸、演芸、料理、サイクリング、旅行など多くの趣味を持っている。オハ4ニュースライブ出演時代にはバレンタインデーのために自宅でバレンタインパンを他の女性出演者と一緒に作り、 男性スタッフ50人に配ったことがある。一週間の休みには海外旅行に行くことが多く、これまでラトビア、エストニア、フィンランドなどの北欧、クロアチア、スロベニアなどの東欧、ドイツ、フランス、ギリシャ、スペイン、トルコなどの欧州のほかタイ、シンガポール、台湾、カンボジアなどのアジア地域に旅行している。工作が好きで、ピアスやネックレス、 スマホケースも自作している。天気予報のフリップは自分で絵を描いており、玉吉というキャラクターが登場する。またラインで玉吉スタンプを自作販売している。例は出演中テレビラジオオハ4ニュースライブ歴代キャスター1各種交代。2スポーツコーナーも兼務。1各曜日の男性アナウンサーがスポーツコーナーを兼務。ありがとうございます。